どうも、すずです。皆様いかがお過ごしですか？どう、風邪ひいてない？なんか巷ではさ、インフル、胃腸炎、インフルも AB、 何、ノロ、コロナ、いろいろ蔓延してるみたいですよね。私の子供たちの学校もね、小学校も中学校も学級閉鎖、学年閉鎖、ボン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 休みが出ております。そしてついに娘が胃腸炎になりました。胃腸炎っつってもね、すごい軽いやつなんだから、なんか学校行けんじゃないのって思うんですけれども、様子を見て優しいお母さんは娘お休みにしました。様子を見てっていうか、あれだよね、胃腸炎にかかっちゃったらもうダメなのか、アウトなのか、ということで灯油を買いにデパートに、デパートじゃない、スーパーです。スーパーに夕飯を買いに行こうっつうことで出かけております。お昼ご飯めちゃめちゃ食べましたけど、やめて、入っていいかな、ママ行って、もうちょっと前に行ってくれたら入れるんだけどな。兄さん行っちゃおうか。もうちょっと前に行ってくれ、頼むよ。でももうちょっと、あ、危ない、事故るかもしれないから、もうちょっと待とう。あとちょっとだけ言ってくれたらな、本当に。あともう本当一踏みでいいんだけどな。してくれないんだよな。なんでお兄さんって分かったの？まあ、乗ってる人も。お兄さんだったらいいなという希望的観測を込めて。レタスの。売ったんやめて。あの、ママがレタスの店だったから。ちょっと待って、本当に来た。後ろも来ちゃったじゃん。もうちょっと前に行って、もうちょっと前に行ってくれよ。よし。イエス。オプラップ、オプラップ。さて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 。砂糖油を入れます。待っててね。灯油入れてくるよ。ゆるい、今日もなかなかのゆるさの動画でございますけれども、日常感溢れてるでしょう。私、2022年6月に枕3個無一文で子供2人連れて実家に舞い戻ってまいりました。15年ぶり。ね、それまでイタリア人と結婚してて、まあ詳しく言うと紙面上ではまだ旦那で別居中ってことになってるんだけれども、別居中にはなってるんだけれども、離婚に向かって突き進んでるわけ。ということで自活しなくちゃっていうことでね、外に働きに行ったりなんなりかんなりしたんだけれども、ぐる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 回って結局自営をしようってことで立ち上がりまして、今音楽教室で声楽とピアノを教えております。外国語対応のね、そういうのやったり、あと通訳の仕事をやったり、イタリア語を教えたりなんつってやっております。そして現在はですね、ズームでもどんどん生徒さんを増やしていけたらななんつって思ってズーム頑張っております。ちょっと慣れたらね、ズームの生徒さんをここでも募集させていただきますので、皆様首を長くして待っててくださいね。ということで、今しなきゃいけないそこのあなた、そう、それは何かというとチャンネル登録でございますよ。チャンネル登録をポチッと一つお願いして、あとはグッドボタンとコメントなんかもいただけるとすんごく嬉しいです。コメントいただけたらね、それに対してコメント返しとして動画にしますので、よろしくお願いします。いつも皆さんのコメント読ませていただいてすんごく励みになってます。 DM いただいちゃったりなんかもしてるんですよ。ありがとうね、とっても励みになります。頑張ります。Okay. Are you okay? Okay. Thank you. What? Okay. 夕飯の材料ないもん。あとお菓子もないよ。お腹すいたって言ったって、そんな急に言われたって。まあ、いや、すぐそこだから行くよ。だって空いてるとこ探して。めっちゃ混んでるじゃん。どうした今日？急にどうした？めちゃめちゃ混んでない？急に混んでない？どうした？絶対見つかるわ。あー、
超入れづらい、ここどうなってるの。ゆり左側見て、やばいと思うんだけど、ママ結構入れてる。イエス、イエス、行っていきます。重かった。さて、もう気づいたら、気づいたらこんな時間よ。やんなっちゃうね。じゃあ人参、あ人参じゃない、大根、あとキノコの山でしょ、ポテトチップスでしょ、ネギ、ヨーグルト、ヨーグルト、卵、あー、アイスクリーム大好きなの。すごい食べ過ぎちゃうんだよ、いつも。これ、抹茶ね。なんつったって抹茶よ。バナナ。バナナの消費量がすごいのよ、うち。バナナ。出す。牛乳。こんなもんか。さあ、これから、一旦これを、収納してコーヒー飲みます。買ったものをね、どんどん補充してまいります。で、我が家の冷蔵庫ね、ブラックホールなのよ。ずっと補充してるんだけどね、気づくとすぐなくなっちゃってるの。すごい美味しいのができたのよ。見る？ママが食べてるところ見てもみんな美味しそうに見るだけじゃない。ちぇちゃん、ママが食べるとこじゃないの。ママが作ったところ、ただ作ってるところを撮ってないから、出来上がったのを見せようかと思います。安定のフライパンと蓋が合ってない問題。でも大丈夫。そんな細かいってことは気にしないでちょうだい。じゃーん、美味しそうくない？これをね、レタスに巻いて食べます。レタス嫌いな人はご飯に乗せて肉丼として召し上がってください。中に入っているのは、ひき肉とトマトと玉ねぎとブロッコリー。に、何したっけ、ニンニク入れて、何した、塩コショウで終わりよ。美味しいよ。で、こちらスープです。ただ見て、恐ろしいことに全部つながっちゃったの、かまぼこちゃん。ほら、南京玉すだれみたいになってんのよ。かまぼこどこ行った、ほら、南京トロスラみたいな皮の子が。食べるときに引きちぎって食べてください。わかめ、しめじ、大根、豆腐、ネギ、かまぼこ、あとちょっと鶏肉が入ってます。おいしいよ。さあ、今日の動画はここまで。皆さん、本当風邪気をつけてね。チャンネル登録まだの人、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またみーってねー。